ヤーキッシュは人間以外の霊長類のために開発された人工言語である。物や概念を表す歴史グラムと呼ばれる記号が描かれたコンピュータのキーボードを使用する。個々の歴史グラムは単語を表すが必ずしもそれが表す対象を示すものではない。もともと歴史グラムはジョージア州立大学言語研究センターでボノボやチンパンジーとのコミュニケーションに使用されていた。 研究者と霊長類は最大3枚のパネルに合計384個のキーを備えた歴史グラムボードを使ってコミュニケーションを取ることができた。この言語の開発者であるスーサベージランボーを表す歴史グラムこの言語はエルンストフォン・グレーザーズフェルドによって開発されジョージア州立大学のデュエインランボーとスーサベージランボーがジョージア州アトランタにある エモリー大学のヤーキーズ霊長類研究所で霊長類の研究をしていた時に使用された。その研究では対象の霊長類に対し歴史グラムボードと呼ばれる歴史グラムのラベルが貼られたキーボードを使ってコミュニケーションを取ることを教えた。ホン・グレーザーズフェルドは1971年に歴史グラムという言葉を造語し最初の120個の歴史グラムを作成し その組み合わせを規定する文法を設計した。この人工言語は、歴史グラムが最初に使用された、研究所の創設者であるロバート・ヤーキーズから名前を取って、ヤーキッシュと名付けられた。ヤーキッシュでコミュニケーションを取るように訓練された、最初の猿は、チンパンジーのラナで、1973年に、ラーナプロジェクトの一環として開始された。フォン・グレーザーフェルドは、 約150個のイエールキッシュ語の最初の単語を作成し、そのうちの25個をラナとの最初の実験で使用した。キーボードはラナのために作成され、各キーは食べ物、食べる、リンゴ、飲むなどの名詞や動詞を表す。特定のキーを押すと、キーボードの横に置かれたフードディスペンサーから対応する食べ物が出てくるようにし、一連の実験を通してラナが それぞれのキーが何と関連しているのかを解釈し、自身の要求を他者に伝えることを学ぶことを期待していた。ラナは、ヤーキッシュを理解するだけでなく、この新しい言語を通して、他の人とのコミュニケーションにも参加することができるようになった。ルンバウ、DMA d l a n g u Language l e a r n i n g by バイ、A チンパンジー、ザラーナプロジェクト、ニューヨーク、アカデミックプレスフォン・グロッサーズフェルド、E、 デパートメントオブサイコロジー、ユニバーシティオブジョージア、ザ・ユアキッシュ・ランゲージ・フォーノンヒューマン・プライメーツ、アメリカン・ジャーナル・オブ・コンピューテーショナル・リング・スティックス、1974-1、ベッドに、MC ・ザ・ユアキッシュ・ランゲージ、フロム、オペレーショナル・メソドロジー・イチンパンジー・コミュニケーション、コンストラクティビスト・ファウンデーションズに、3238、ルンバウ、ドゥエイン・エム・ジル、ティモシー・ヴィ ブラウン、ジョセフィーヌ・ヴィー、ホン・グロッサーズフェルド、EC ・ピソニ、ピア・ワーナー、ハロール・ド・ベル、CLA ・コンピューター、コントロールド・ランゲージ、トレーニング・システム・フォー・インベスティゲーティング、ザ・ランゲージ・スキルズ・オブ・ヤング・エイプス。ビヘイビア、リサーチ・メソッツ・アンド・インストルメンテーションを、385、392、ドイ、10.3758、ボーイフレンド03200213、 ありがとうございます。